い、どうもバモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、バモくんのゆるドラということで、今ね、三重県の熊野市を走っています。ここはですね、春休みの旅、2022年の3月の後半からですね、春休み長旅を行きまして、今帰りの道なんですね。でね、ここ熊野大泊インターから、大木本線料金所というところまでですね、無料区間になっている高速道路です。で、そんなところを走りながらですね、今回の、旅の振り返りをしてみたいと思います。で、結局ね、行きは18時間ぐらいかけてですね、途中サービスエリアで一泊して、串本町にあるですね、リゾート大島というキャンプ場に着きました。で、そこでですね、最初は3泊の予定だったんですけど、2泊伸ばしてですね、5泊6日キャンプ場に、滞在しました。で、その理由は、久しぶりにね、来たもんでね、やっぱあちこち観光行きたくなっちゃったんですよね。で、全然ね、忙しくて、で、結局全期間忙しかったんですけど、そんな感じでですね、観光しきれないということで、伸ばしました。で、5泊6日の旅になったということなんです。で、その中で、熊野大社行ってね、那智の滝見たり、本州最南端行ったり、釣りしたり、あとジオパーク、本州最南端のところにあるジオパーク行ったりですね、あと那智勝浦のところでマグロを買ったりとかですね、したんですね。で、私あんまりね、なんて言うんだろうな、こう見えても小心者でですね、人見知りをするのでコミュニケーションを取るのがね、実は苦手だったりするんですよ。なので、あんまりね、旅先で人と話したりとかはしないんですね。で、家族でがっつり楽しむみたいな旅をいつもしてるんですけど、今回ね、なぜかわかんないけど、地元の方と話す機会がですね、3回ありました。キャンプ場のね、スタッフの方以外で、ですね。で、まず最初はですね、大島にある、釣り公園があるんですね。これ動画の中で出てくると思うんですけど、釣り公園があってですね、そこ釣り堀になってて、釣りしたいっていうのがあったんでね、ちょっと行ってみようかって、その日は観光の日だったんで釣りするつもりはなかったんだけど、行ってみたら、そこの釣り公園、平日なんでね、あまりにも空いてたのか、おじさんが出てきちゃったんですよ。で、そこが行き止まりだったから、そのおじさんを無視してね帰るわけにもいかないんで、こんにちはって言って窓を開けてね、そしたら、ちょっと見に来ただけなんだけどって言ったら、もうすごい話してくれて楽しそうに。で、そこは定置網にかかった魚をですね、釣り堀、いけすに放してですね、そこの釣り堀で釣りができると。で、竿代、1時間1500円かなんかで竿が借りれて、で、養殖の鯛とかも入っててですね、それは釣れたらね、3匹まではその1500円以内で持って帰れるっていうことで、結構お買い得なね、釣り堀でした。よくね、伊豆で昔ね、釣り堀やったような気がするんだけど、釣った魚をね、確かタイとか4000とか5000とか取られて持って帰ったような覚えがあって、子供心に。それとは随分違うなと、どんな魚釣れるかやってないから分かんないんですけど。で、そんな話をですね、してくれて、で、あと伊勢エビがね、漁が始まったばっかりなんだけど、今年あんまり取れてないなって話を、私知らなかったんだけど、アワビ、娘はアワビ食べたいっすなんで聞いたら、アワビって夏しか食べれないんですねそんなことも知らなかったのかっていうの、アワビは夏だよとか言って、で、そんな会話をしてですね、でしたのと、で、あとその後ね、本州最南端の、ジオパークの、なんだあれ、ジオパンクセンターみたいなのあるんですよ。本州最南端のあのね、潮の岬タワーの隣に新しくできてて、で、そこ本当新しくてですね、展示物とかも結構面白くて、クロスワードパズルとかしてなんか商品もらったりとか、なんかプロジェクションマッピング使ってる展示とかもあってね、結構おすすめ、無料なんで。で、ただやっぱ平日だからお客さんいないということで、ボランティアの方なのかな、地元のおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じの人たちがい
てね、でこのうちはほら赤ちゃん連れてて、この子は 何ヶ月だとかですね、実は孫は昨日生まれたんだよとか、そんな話をしながら回って、で最後になんかね、あの砂防ダムの話をする人がいるんですよ。砂防ダムとあとなんだっけ、地質の話、なぜ土砂崩れが起きるかみたいな模型を使ってですね、すごい結構大掛かりな模型を使って、水があの地面の中を地下水で流れてきて、で水量が増すと地崩れが起きて、あの地面ごと流されちゃうみたいなね、それをね再現してくれるのがあって、それもね一生懸命話してくれて、で最後にね、もう私たち飽きてるの分かんないよね、うちの奥さんはなんか地質が好きだからすごい興味持って聞いてたんだけど、子供たち飽きちゃってるの分かってるんだけど、でも最後もうちょっと聞いてくれみたいな感じになって、砂防ダムの話も聞いてですね、でそんな感じで、でもねその人も生き生きしてた。 で今日は今帰り道なんだけど、途中ね那智の滝に行った時に、途中の日にね、勝浦の港の方ってマグロが無人販売があるよっていうのをね、うちの奥さんがネットで調べて、見つけたんで、じゃあ行ってみようって言って行って、でその時行ったのは無人のお店だったんですよ。でも今日ね無人のお店が休み でぐるぐる回ってたら友人のお店みたいなとこがあって、でそこだけやってたので、そこ行ったらねおばちゃんが出てきて、でナンバープレート見てね、あのそんなとこから来たのとか言って、うちの旦那もそっちの方なのよみたいな話して、すごい生き生きね話してくれて、でなんか結局ね1パック200円が基本なんだけど、なぜか1700円も買ったとでそうしたら車にね子供が乗ってんのに気づいて、なんかお惣菜持ってって、じゃあこのかぼちゃも持ってって、このなんか果物フルーツみたいなのも持ってってみたいな感じで、笑顔でね送り出してくれてですね、なんかこうみんなねすごい元気なんだよね。その最初の釣りのおじさんもそうだし、釣り堀のねでジオパークのおじいちゃんもそうだし、今日のおばさんというかお姉さんというかもう元気だし、すごいねみんな元気なんですよ。なんかね東京とかそういう観光地なんて言うんだろうな、まあ人がね結構いっぱい来るようなところではね味わえないようなね元気さがみんなあってですね、なんかこうなんて言ったらいいのかな、こう経済お金っていうところにだけがね豊かさじゃないんだなっていうところに気づかされたというかですね、どうもこう東京の周辺とかね都会で住んでると働いてねお金を稼いで、でそのお金で何かするっていうことが豊かさにつながるとね勘違いしてるところがあるんですけど、こっちの串本町とかね和歌山の先端の方に行くと、もう本当に平日全然ねもう地元の人しかいないし、本当人少ないんですよ。そういう施設行ってもね、スタッフのがはるかに多い、ジオパークセンターなんか行っても本当あともう一組ぐらいしかいないし、全然人がいないんですけど、だけどそこにいる人たちは元気みたいなね。まあ土日たくさん来るのかなと思って、今日土曜日だけどそんなにやっぱり特にお客さんがたくさん来るわけでもないということで、多分本当に夏休みとかね特定のゴールデンウィークとかそういう時しかたくさん人は来ないんだと思うんですよね。だから経済としてもねそういう時にはある程度お金が稼げるのかもしれないけど、普段はまあ地元の人とか周辺の人相手にやってると、でやっぱりこの辺鄙な土地だから、辺鄙な土地って言っていいのか分かんないけど、まあ大阪からだって3時間とかかかるような土地だからね、なかなか人が来ないね。だけどその来た人に対してこうみんながね笑顔で、でも自分たちのやってることをね楽しそうに伝えるっていう、そのなんか気持ち、なんか自分たちがやってることを楽しそうに伝えるっていうのはあんまりないなって思ったんですよね。なんか東京とかだとなんかこう自分たちが楽しくやって、そこにはお金ももちろん必要なんだけど、それ以外の嬉しさとか喜びとかね、そういうことをねいっぱい感じて暮らしていらっしゃるんだろうなっていう風なねところをすごく感じたのでですね、ちょっとやっぱ旅してこういうことの気づきがあるっていうのはねとっても大事かなというふうに思ったのでお伝えさせていただきました。まあ旅動画ね、この動画をアップするした後に多分旅動画アップしていくと思うんで、結構第何話になるか分かんないです。今回何せキャンプ場だけで5泊6日で毎日外に出て観光してたんで、動画はねかなりな
長くなると思うんですけど、ぜひねそちらも見ていただいてですね、メンバーシップの方ではその時々のちょっとしたショート動画をですね特別講義枠では流しているので、それも見ていただけたら嬉しいなということでですね、今、まだこの大木本線料金所までは38キロ、さっき50キロ時点で話したんですけど、残り38キロということで、自宅まではね、まだ500キロ超えてますが、のんびり帰りたいと思います。はい。なんかもうね、景色がつまんないね。もうちょっと手前でやったら、海の景色見えたんだけど、まあそれは、あ、そうだそうだ。さっき道の駅の雑レビューっていうのもやったんでね、ぜひそちらの動画も楽しみにしていただいて、出来上がってたら概要欄の方に、ね、貼っときますので、ぜひこの動画終わった後概要欄見ていただいて確認してくださいということで、今日はバモ君のゆるドラ、紀伊半島和歌山県の旅で気づいた、こと、人々の、嬉しさ楽しさとか、喜びとかね、そういうものを考えましたというお話でございました。では、次の動画でお会いしましょう。前のトラックについてこれからどこまで走るのか分かりませんが行ってみたいと思います。ではまた、バイバイ。